お待ちください。ごめん、挨拶する前に話し始めてた。代表委員たちも緊急案件としてデルズバルト対策を考えるそうです。それで科学氏も出席するようにと。なんだよ、さっきは新種を持ってきてからだなんて言ってくるすに言えてねえしね。科学、構わないわ。あとは私に任せていきなさい。サビーネさん、連盟の委員たちは自分が直接戦乱に巻き込まれたことがないために非常事態に対する危機意識が低いの。ここにいてもおそらく時間を無駄にするだけだわ。それよりダッカム皇帝の野望を何としても止めてほしい。あなたたちに頼るような形になってしまって心苦しいのだけど。いや、最初からそのつもりだから。ありがとう。それから言い忘れてたんだけど、イビスティアに着いたらスペンサーという年配の軍人を探してみて。スペンサー、そう、かつてはイビスティアの将軍だった人よ。引退していたのだけど、ディルズバルド軍が侵攻してきた時には復帰したの。今はまたか、レジスタンスを結成しているわ。イビスティアのどこにいる？おそらく首都のサルファスだと思うわ。地下活動で抵抗中でしょうから見つけにくいかもしれないけど、無理じゃない？あのさ、知らない人がさ、ポッと入ってきてさ、レジスタンスのなんか一人探してるんですけどって、もう怒られるよね。でもイビスティアの土地に詳しくて戦況を把握している人がきっと必要になると思うから。わかった。これからの時代、あなたのように勇気と行動力を持った人のリーダーシップが必要になるわ。ご分を祈ります。なんかくれよなんかくれよ。だったらなんかくれよ。ねえ、これを持っていきなさいとか言って千ごっつぐらいくれても全然構わないんですけどね。さて、 SP は相変わらずなんだよね。弱いんだよね。弱いっていうか足りてないんだよね。ウィンドスラッシャー、どうしようかな。魔族サイドだと、あれちょっと無視していこうとしちゃったよ。ようやく出てきたか。無視しても大丈夫か。ガンツ、ビッグアルは？安心しろ、整備は終わった。そうか、ありがとう。俺たち今度はイピステに向かうことになったんだ。それで相談なんだけど、やっぱりガンツにも一緒に来て。待て、話は聞く、後にしてくれ。どうかしたのか？探してた戦友について情報が入りそうなんだ。戦友と同じ部隊にいたやつが闘技場にいるらしいんだな。だったら俺も行くよ。そっちの用事が終わり次第俺の話を聞いてくれ。行こう。あ、よかった。ガンツ抜けちゃうかと思ってさ、なんかガンツいろいろ持たしてたんだよね。医療キット。これ相当大事なアイテムですからね。あ、この相引きやろうと思った。この人だったら、ここ最近ずっと、ん？様子が変なの。どうしたのかしら。ん？なんか踊ってたよね。悩んでんじゃない？そうかもしれないわ。この人、多分私と結婚したいのよ。でも私はまだ夢を追っていたいし、もう少し彼には待ってもらうしかないわね。え？彼女格闘家になるなんて言い出して、僕別れようかと思うんだけど、そんなこと言ったらどんな目に遭うかな。彼女すでにかなり強いみたいなんだ。あのさ、大事な話があるんだ。君は格闘家を目指してるけど、僕はそういうのに全く興味ないじゃない。二人がそんな状況でいることはお互いにとって良くないと思うんだ。だからここは思い切って何ゴニョゴニョ言ってるの。男ならはっきり言いなさい。わっか、いいうちに好きなことをやるのが一番だよねって君を励まそうと思って嬉しいわ、ありがとう。私これでもっともっと頑張れるわ。ああ、なんでこうなるんだ。そっか、あの不思議な踊りは何だったんですかね、じゃあ。ということで、お金がないので買い物もできない。イベントを進めるほか、俺たちに生き残る術はないと。闘技場ってのはどこにあるんだかな。ここかな。あ、ここですね。みんな好きね。ん？なんかよかい？あ、イベントか。
知り合いの兵士を探している。剣と、あれ、同じ部隊にいたというのはあんたたちか。剣、あいつなら少し前に死んだよ。なんだと。ああ、オーロコスの近くで魔族に殺されちまった。魔族に。なぜオルコスになんて言ったんだ。なぜって、俺たちと同じ傭兵だからな。指令が出たら行くさ。あいつが傭兵？リシャルテ国の兵士じゃないのか。知らねえのか。アデネード大陸にあった人間の国は全部魔族に滅ぼされちまったんだぜ。でもあいつは俺たちと違って金目当ての傭兵じゃなかった。ああ、自分の国じゃなくても守らなきゃならないものがあるんだとか、あ、お臭いこと言ってたっけ。教えてくれ。あ、それを知らない方がいいんじゃないかな。剣を殺した魔族っていうのは。オルコ族さ。あの辺りは奴らのテリトリーだ。オルコ族。許さん。戦友の敵討ちに吹き。ガンツの気持ちはわかるわ。でも今一人でオルコスに乗り込んでも無駄死にするだけよ。自己満足はするかもしれないけど、それでいいの？私は本当に戦うべき時が来たって。あ、違うな、そのうちきっと来ると思ってる。まだ来てないんだね。カーグ、お前に魔族を滅ぼす気はあるか。魔族が人間を滅ぼそうとするならね、世界を魔族から守らなきゃならない。剣もそうだったのかもしれん。直接自分とは関係ないのに人間の世界を守ろうとしていたんだな。それに比べてお前らと来たら。カグ、俺はお前と行くことを決めた。ポーレットが言った、本当に戦うべき時を待つ。ガンツ、イビスティアに向かうんだったな。準備はできてるのか。あのね、お金がないんですよ。観光もちょっとしたいし。なら準備ができたら出発だ。ビッグアールならカティナの、あ、別のとこが東の海岸線に止めてある。町の外に出ればすぐわかるだろう。わかった。次の目的地はイビスティアの首都サルファスだ。行こう。と言っても出場希望者だな。他人数との厳しい戦いになるが、頑張ってくれ。やらないですよ。どうせ、お金ないしさ。お金がないからさ。すげえな。やっぱ、あの、オルコ族とはちょっと違って、あの、やっぱ総合格闘技感があるな。危ねえな。剣ってやつは正義感の強いとこで、擦れた傭兵には結構煙たがられてたな。まっすぐないいやつだったんだが。剣と同じように魔族に滅ぼされた国の軍人は大抵傭兵になってる。魔族さえいなければ。彼らは最低限まだ擦れた傭兵ではなかった。あ、外出てる。 あんまり広くないのか。こう見えてそんなにこの街広くないな。ああ、ここにもいたんだよね。美しい風景が見られないっていう。相変わらずアイテムとかは転がってないんだね。ピカピカ光ってるものもないし。とりあえずカテナが平和ならそれでいいわ。うちの子はいい環境で教育したいもの。まあそうだよね。あの、知らぬ存ぜぬが一番平和だよね。実際さ、わかるよ。うん。それを聞いてさ、あの、不謹慎だとか、なんか言う資格がね、俺にはないし、じゃあ他の人間にあるかって言ったら、それもわかんないし。さてと、じゃあ、ちょっとアイテムとかね、心苦しい、本当に心苦しいんですけど、しょうがない、ないものはない。行こう。あ、HP は、あ、そうか、自分で回復しちゃったんだっけ。魔力もがっつりで、なんだこれ、ロークラ、あ、ダメか。
と鉄壁防御を一時的に強化するだもんね。一時的って書いてないから、一時的じゃないものは一時的じゃないんだろうなと思うしかあるまい。さて次はじゃあイピステですね、行ってみましょう。相変わらず世界地図見てもよくわかんないと思ったけどさ、ここさあ、でも関係ないのかな、なんかちょっとスメリアっぽいかなと思ったんだけど、形がそうでもないか、ただここの形が似てただけか。よし、じゃあこのサルファス行ってみましょうか。と言ってもどうせですよね、戦うんだよね。新しい土地だから新しい敵が、あれちょっと待って、このマップ見覚えがあるんだけど、あ、人間、あい、あこのアーク3感のある強盗さんとモンクさん、じゃあ一応やっとくか。スラングナイフ、はっ、お父さんを超えられたかな。俺さ、疾風カブトは使ったっけ、もう全然覚えてないんだけど、なんか真空破弾はね撃った気がするんだけど。剣と舞い敵を撃つ疾風カブト割り、これ多分見てないよね。結構いい感じですね。これいけるかな、はい、よしよし、避けなければ。お、丸早い、早いけど届かない。あれ精霊石じゃないかな、欲しいんだけどな。食らってまで、俺に起こせ、食らってまでさ必要あるのかな。あ、これで死んじゃうか。毒で死んじゃうとな、経験値入らねえしな、それが嫌なんだよな。でもやっぱりカーグは、まあ、際折りの剣もそうだし、カブト割りもそうだし、ステータスを下げる系が好きなんだね。早くスティンガーレインを使いたいし、マルはもう盗む覚えちゃおっか。あ、待って、サイレントアローを先に覚えよう。となると、そうだな、カーグより、やっぱポーレットとマルをちょっと優先的に育ててあげたいね。まあ SP が欲しいだけなんだけど。まずい、ディルズ、ん？ディルズバルドの検問だ。強行突破しまうか。ここで揉め事を起こすとサルファスについても面倒よ。じゃあどうすんだよ、オイラたちのこと知られてるかもしんねえんだぞ。ん？正面から受け答えしたらどうだ。もちろんうまく考えて答える必要もあるかもしれん。ただ俺も傭兵時代に検問をしたことがあるが、堂々としているものほど疑いにくいものだ。そうだな、どっちにしろサルファスにはこの道を通らなきゃいけないんだ。やるだけやってみるか。これ戦闘始まるんじゃないのかな、下手すると。まあそれもね、別に構わないんだけど、やってみるか。堂々と話し分けよう。現在イビステア軍は我がディルズバルト帝国の占領下にある。あ、マジで？どうしても通行したければ奥にいる監視兵の尋問を受けることだ。首都サルファスへの立ち入りは原則禁止している。奥にいる監視兵の尋問を受けて許可された者しか通行できない。これ尋問でいいんだよね。こっちかな、こっちの人かな。どこへ行く。サルファスまで。現在イピステア軍は、いや、イピステア国はディルズバルド軍の占領下にある。ここから先は我々の許可がなければ通行できない。通りたければ質問に答えろ。どこから来た。おい、どこから来たんだっけ。アデネード大陸だっけ。俺さ、もうさ、すっかり忘れちゃったよ。じゃあラグナス大陸から来たって初めて、あの、一
答えようか。ラグナス。ほう、ずいぶん遠いところから来たもんだ。なんという国があるのかも知らん。次、お前たちは何者だ。もちろん傭兵だ。当然商人だ。芸人に決まってる。どうする。何、何で答えてもいいかよくわかんないんだけど、これ傭兵だって言うとさ、ボコされるよね。商人だったら有金置いてかれるから、芸人じゃない。芸人。そうか、本部の依頼を受けた医療団。違うな、これなんだ、これ慰問団かな、メンバーだな。道理で派手な格好をしたやつが揃ってるわけだけど、それにしては女が少ないんじゃないか。占領軍は男ばかりだ。野郎のつらみだって盛り上がらんだろう。では次だ。お前たちがディルズバルト抵抗に協力的な人間かどうかを確かめる。協力的なら軍のブラックリストに載っている人物を知っているはずだ。名前を言ってみろ。イピシティアのスペンサー元将軍、ムーンストーン盗賊団のシャムスン、高齢席を持つ少女リリア。これシャムスンがなんか入っていたんじゃなかったかな。シャムスンか。そう、我が軍の物資ばかり狙う小僧だ。神出鬼没でどこに現れるか全くつかめない。腹の立つやつだ。質問は以上だ。まあお前たちはこそこそしたところがないから大丈夫だろう。よし、通行許可する。ちょっと待て、最後に大事なことを確かめるのを忘れていた。なに、簡単なことさ。我がディルツバルト皇帝陛下の、読めないな、これ教授かな、意を示すために皇帝のフルネームを言ってもらおう。ダッカム、これじゃないかな、エキドナバルドだと思うんだけど、なんとなくなんか最後バルドがついた気がする。いいだろう、通ってよし。これ間違えると戦闘になるのかな。ふぅ、危ねえ危ねえ。うまくいったな、カグ。奴ら、侵略者のくせに、もう我が物顔だ。見てろよ。このままじゃ済まさないからな。行こう。なんか多分戦闘が行われたんじゃないですかね。っていうか、ダッカム・エキドナ・バルド。エキドナってなんか毒の名前だよね。よし、全員整列したな。これ処理用事が起きているんだけど。ではこれより交代、警備交代のためカシム街道に向かう。隊列を崩すな。すごいな、ランニングしていくんだ。あまり大ピラには動けそうもない。じゃあすぐ元将軍のスペンサーを探そう。でもレジスタンスのリーダーとなると居所を知っている人は少ないでしょうね。たとえ知っている者がいたとしても簡単には教えないだろう。とにかくスペンサーに今日全然ダメだな。スペンサーにつながる情報を集めよう。スペンサーってすごいな、全部なんか鉄板でできてるぜ。下が現在サラバスの経済活動はディルズバルト軍の統制下にある。物資が欲しければ配給を待て。ただし次の配給の予定は未定だがな。死んじゃうんじゃないの。ガシ待ったなし。んだから何度言えば分かってもらえるんですか。うちの店にそんな余分なものがあるはずないじゃありませんか。あなた方に供給するだけで精一杯です。嘘をつくな。お前の亭主のジェチョールがレジスタンスへの物資を横流ししているという噂が立っているんだ。とにかくジェチョールを出せ。徹底的に取り調べてやる。そう言われても私だってうちの人がどこに行ったのかわからないんです。だったら待たせてもらおう。いつ戻ってくるかもわからないんですけど。構わん。ごめんなさいお客さん、今は売ることができないんです。マジか。なんだ貴様は。道具屋は今ディルズバルト軍の統制下にある。一般人への売買は禁止だ。マジかこれ。まあ35通しかないですからね。これ宝箱かなと思ったけど全然そんなことはなかったよ。
まあ、大体こういうところで必要っていうか、まあ、情報を持っているのは佐川の誰かだからね。スペンサー元将軍の居所ですって。やめてよそんなこと、知るわけないでしょ。スペンサーの名前を口に出しただけでギルズバルト軍に捕まっちゃうんだから。くれぐれも子供たちにスペンサーのとこなんてことなんて聞かないでちょうだいよ。子供なんていないんですけどね。なんだよあんた、ギルズバルトの連中に気づかれちまうだろう。頼むからどっか行ってくれ。こう 裏もドアは入れないのか。スペンサーって遠に引退した人でしょ。彼についてなら男の方が知っているんじゃないかしら。ただし向こうにいるおじいさんに聞いてもだよ、何度話しかけても毎回質問とは全く別の答えしか返ってこないから。おまけに目もよく見えてないみたいだし。そうなんだ。おや、刀を下げたお侍さん、何か用かい？ん？スペンサーの居所？そうねえ、ここにある設備は多くが旧世界の遺跡なんじゃ。それがいい状態で残っててくれたおかげでこの国は発展してこられたんじゃ。ん？何の話じゃったっけ。もうちょっと喋ってみようか。ん？長い髪のお嬢さん、何か用かい？え？ああ、この国は遥か昔島国でな、あ、精霊の国と言われていた時代もあったんじゃ。え？いや、もうその情報を聞けただけで十分だけど、もうちょっと話してみようか。これだけか。あ、そうかそうか。でもスメリアってこんなこういう建物じゃなかった気がするんだけどな。まあ千年経ってるからな、多少変わったのかもしれない。兄ちゃんどこにいるんだ。ちくしょう、全然わかんない。兄ちゃんのレジスタンスごっこに付き合うの疲れるよ。自分じゃあれで隠れてるつもりなんだからな。え、あ、ってことはすぐ見つかる場所にいるのか。どこにいるんだ。このドラム缶の中とかパイプの中とか。いや、これ マップの見えない場所とかじゃないの。あ、違うのか。あ見えなんだけど。おっと、よくオイラを見つけたな。なかなかやるじゃないか。オイラは将来レジスタンスになるんだ。だから今のうちから潜伏活動の練習してんのさ。ん？じゃあそれまで占領されたものか。つまりかくれんぼで遊んでるのか。あー、どうしよう、ちょっと煽ってみる。え、そっか、レジスタンスにはなりたいし、でも占領されているのは嫌だし。もう悩ましいようなこと言うなよ。じゃあもう一個聞いてみる。かくれんぼって言うな、これはレジスタンスに必要な訓練なんだぞ。ただ弟と二人だけでやってるからいまいち面白くないんだけどさ。特にスペンサーの場所について教えてくれないな。他酒場か。この張り紙はな、心マスターが作った酒場の10か条。初めて来た客はまずこれを読んで店のルールを知らなきゃならない。懐かしいね。俺が最初にこれ読んだのは何年前になるかな。読ませろよ。どけよ。何もないな。じゃあ今話しかけても無駄ってことかな。わあ、なんだこれ。いらっしゃいませ。見たところお客様はまだ未成年のようですね。申し訳ありませんが、お酒を出すわけには。悪いけど客じゃない、スペンサーという人を探しているんだ。スペンサー、はて、聞いたこともないですが、どういうお方なんです。知らないのか。この国の元将軍だって聞いたけど。ああ、そう言われれば昔そんな名前の人がいたような気もしますが、今はレジスタンスを結成しているらしい。レジスタンス、やめてくださいよ、大きな声でそんなこと言うの。今はまだ、あ、今たまたまギルズバルト軍の人たちがいないからいいものの、もしあの人たちに聞かれたらただじゃすみませんよ。じゃあスペンサーについて知っていそうな人を教えてくれるだけでいい。そう言われてもスペンサーという名前自体久しぶりに聞いたものですから。すみませんが、お役には立てそうにありません。どうぞお引き取りください。そうか。ん？あんたは後にしてくれ。後にしてくれって言ったってのは、まあここには用がないからな。あ、もう29分か。ここは開けられないドアのようだ。そうか。あ、じゃあここ入れるから。
あ、ここも入れない、はしごも登れない。あとは軍人さんに聞いてみるか。いいか、屋外での3年以上の長話は我が国に対する反逆の防御かな、拘束するからな。あとは、あ、ここか。他何屋だ。少しでも不審な行動をしたらすぐに拘束するから、そのつもりでいろ。マークがあってもわからない。宿屋かな。あ、パーツか。ディルズバルド軍の奴らが来てから商売上がったりだ。早くレジスタンスが奴らを追っ払ってくれればいいんだが。けどまあ戦力が違いすぎるもんな。レジスタンスに多くを望むのは酷かもしれないね。え、パーツは？町からディルズバルド軍がいなくならない限り悪いけど商売はできないね。じゃあセーブだけして。結構ピース3でもあれだな、セーブの時間が長いな。この町自体が大容量なのかな。この先のメインプラントは全てディルズバルド軍が接収した。中へ入ることはできない。同じかな。あ、違うな。この先のメインプラントはサルファスの人間でも立ち入り禁止だ。うるせろひでえ話だな。そうするとキュアがある、助けてくれ。私たちの救護団体はディルズバルド軍もレジスタンスも区別はしません。傷つき疲れた人に求められれば誰であろうと癒すのがキュアガールの務めなのです。でだが金は取ると。まずいな、もう金が足りなくなってきた。まいったな、こりゃ。スペンサーについてはこの街じゃ今タブーなの。何も喋らないわ。ちょっとってな、人が集まってるとディルズバルドの連中がすぐ来るんだ。向こうに行けって。何度か話しかけなダメか。私たちだってスペンサーって人はずっと見てないの。おお。じゃあもう一回この人は？ん？半ズボンの坊や。わしに何か用かい？え？スペンサー？町の北にあるメインプラントがこの国の心臓部と言っていいくらい重要な施設じゃ。何の話だったっけ？もう一回。ああ、長い髪か。これ何回かやってると。ん？青い服のお姉さん。何か妖怪。これ何？カークのこと、カークのこと言ってんのかな。酒場のマスターは前髪だけは自分で切らないと気が済まんらしい。パッツン美女かな。そうじゃなくてスペンサーの居所、子供に聞けばいいと思ったんだけどな。ん？もう一回、もう一回。ああダメか。もう一回聞くと何かあるかな。じゃあ、やっぱダメだな。そうするとここ酒場しかないんだけどな。あと道具屋にちょっと行ってみるか。もう一回道具屋の主人が帰ってきて乱闘を起こしてるかもしれない。こういう何かしないといけないイベントは難しいですね。遅すぎる。おい、おかみ、お前の亭主のジェチュールはどこに行っているんだ。だから何度も言っているじゃありませんか。私も知らないんです。おそらくあなた方の言う通りどこかでレジスタンスに物資を横流ししてて。何？ジェチュールの容疑を認めるのだな。いやだ、違いますよ。横流ししている人を捕まえようとしているんじゃないでしょうか。バカにしやがって。いいだろう。お前がそういう態度に出るならこっちにも考えがある。お前を我が軍の施設へ連行する。ちょっと待ってくださいよ。軍の施設でじっくり尋問すればジェチョールについて洗いざらい喋る気になるだろうよ。そんな。さあ一緒に来い。ここでも乱暴するのか。ちょっと待ってくれ。ん？なんだ貴様。あんたに言うジェイチョールってのは、
カッシム街道にいた男じゃないかな。何？カッシム街道に？ああ、怪しげな連中となんかひそひそやってたよ。今思えばあれは闇で取引してるって感じだったな。そうか、よし、すぐ緊急連絡してとっ捕まえてやる。今言ってたカッシム街道にいた男っていうのは。大丈夫、それは俺のことだ。え？怪しげな連中ってのは俺の仲間たち。ディルズバルド君のやつら、せいぜい見当違いな場所を探すがいいさ。そうでしたか。助けていただいてありがとうございました。でもどうしてそんな嘘を？バレたらひどい目に遭うというのに。ディルズバルド君の好きにはさせない。俺は奴らの企みを潰すためにこの国に来たんだ。それで今レジスタンスを結成したスペンサー元将軍を探しているんだ。スペンサー？そうでしたか。わかりました。ではあなたを信用してうちの亭主のことを教えましょう。あ、やっぱ黙ってただけなんだ。亭主の自長路はディルズバルド軍の連中の言った通り、レジスタンスに物資を横流ししています。あの人だけがレジスタンスの場所を知っているんです。だからジェチョールからレジスタンスの場所を聞けばスペンサーにも会えると思います。そうか。でジェチョールはどこにいるんだ？この町のどこかで闇の商売をしているはずです。ただあの人は決して自分からは名乗りませんし、初対面の人に自分がジェチョールとは認めないでしょう。んー、じゃあどうやって話を聞けばいい？合言葉があるんです。先に合言葉を言えばあの人と交渉することができます。教えてくれ、その合言葉。あれかな、今日はいい天気かなからって聞かれたらそうでもねえよって答えるのかな。はい。ん？ドルバン一族は商売熱心。これが合言葉です。一度合言葉を言えば次からはすぐ話ができると思いますので。わかった、ありがとう。でも道具は売ってくれない。私らは大昔から世界中で商売してきたドルバン一族の末裔なんです。ですからそう簡単に商売をやめたりはしません。天使のジェチョールがどこかにおりますので、ご用があればそちらへ。俺はまた記憶にないんだけど、このドルバン一族一家っていうのはあれかな、アークザラとシーン出てきた世界中で商人を行っていたとんでもない奴らかな。奴らには本当に苦渋というか苦杯を舐めさせられたかな。なんだあんた。いや、なんでもない。なんでもないならとっとと消えてくれ。目立ちたくないんだ。じゃあ聞かなければなるまい。ジェジョールか。はあ、誰だそりゃ。そんなへんてこな名前知らねえよ。人違いだっていうのか。ドルバン一族は商売熱心だって聞いたんだけど。ほう、それを言うってことはどうやらあんたレオノーラに信用されたらしいな。いいだろ、俺がジェチョールだ。ちょっと待ってね、これジェチョールは随分ね、年配の方みたいだけど、何だっけ、レオノーラだっけ、嫁さんは随分若くなかったか。一体何のようだ。買い物もしたいんだけど、レジスタンスについて聞こう。レジスタンスか。奴らなら裏カジノに出入りしてるぜ。酒場の地下にあるカジノのことだ。といっても昔の話だがな。レジスタンスの連中は裏カジノをアジトにしている。酒場の店内から地下に降りる秘密の通路があるって話だ。あ、彼についてもよく、それについては知らないんだ。そうか。じゃあ今回一旦中断して、次回もう一度酒場に行ってみましょう。